こんにちは、授業準備 TV のゆめのんです。体育の授業で行う T ボール、子どもたちが元気よくボールを追いかけている様子は非常に楽しそうで、先生としても微笑ましいですよね。しかし中にはボールを打つことが苦手な子どもたちもいて、全員が楽しめていないのではないか、体力や技術の向上につながっていないのではないかというふうにお悩みを持つ先生もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた T ボールの指導についてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。まず T ボールとは野球のルールを簡単にしたスポーツで、 T と呼ばれる台の上に置かれたボールを打つところからスタートします。打った子どもは1塁2塁3塁本塁を走り得点を狙います。守っている子どもたちは打たれたボールを取り、ボールを持っている子どもが打った子どもにタッチしたり、走っている先の塁に先にタッチしたり、あらかじめ設定したサークルの中にボールを持った子どもが入ることでアウトとなり、得点を競うスポーツです。止まっているボールを打つのですが、遠くに飛ばせない子どもはなかなか点が取りづらく、球技に対して苦手意識を感じてしまうということがよくあります。そこで重要なのがボールを打つための指導です。投稿者の先生が打つ指導を行うときには3つのポイントを意識しているそうです。1つ目のポイントは、打つ子どもの体の真ん中にボールが来るように飛ばせることです。ボールを打つときには T の横に立ちますが、その際に体の真ん中にボールが来るように飛ばせることでボールをまっすぐに飛ばすことができます。 T の少し後ろに立つとレフト方向、T の少し前に立つとライト方向に打ち分けることができることを指導すると、守備の配置を見て子どもたちは自分で工夫して打つようになると投稿者の先生はおっしゃっていました。2つ目のポイントは、お箸を持つ方を上にして両手をくっつけてバットを握らせることです。握る手の上下を逆さにしてしまったり、両手を離して打つ子どもたちがいたりすることもあるので、全員でルールを確認するときに一斉に指導しておきましょう。3つ目のポイントは、当たる瞬間までボールから視線を離さないことです。空振りしてしまう子どもやバットがボールに当たらないという子どもは、ボールを見ないで勢いよくバットを振ってしまっているということが多いです。そのためボールをしっかり見てバットを振るように指導すると、打率が上がりゲームがスムーズに進むようになります。クラスの子どもたちの状況を見ながらぜひ実施してみてください。いかがでしたでしょうか。今回は T ボールの打つ指導についてご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。